はい、でちょっと通っていきます。あそこにもね、なんか売店みたいなのが、あ、ドライブイン、ドライブインだったんですね。関係休憩所、岩屋の川屋、あ、トイレ、はい、というわけで今日はね、あの宇館というところに来ました。吉備中央町ですね。岡山市内からだと三津通って、まあ、この吉備中央町のこの宇館というところに来るんですけど、まあ、岡山空港からちょっと離れた場所にあります。ちょっと今日はね、行ってみようかなと思ってきました。ちょうど紅葉シーズンなので、なんかペンションみたいなのがねありますね。キャンプスポットみたいな、旅空へ、21、ちょっと読めないですね。旅の道みたいな。でもこ結構ね、この先もそうなんですけど、石がいっぱいありますね。
キャンプスポットかなと思ったんですが、そうでもなさそうな。そこにもね、なんか売店みたいなのがあるんですよね。あ、ドライブイン。ドライブインだったんですね。ドライブイン雨観ですかね、これは。ミリンダ、レモンライム、ペプシ。この上もね、天井が破けております。まあ、ドライブイン廃墟っていうことですね。はい、この雨観の橋をちょっと渡っていきます。鵜飼川って言うんですね、赤橋。はい、でちょっと通っていきます。多分夜ライトアップされるのかな。ちょっと遊歩道みたいな感じになってるんでしょ。先ほど後ろにいる夫婦がいたんですけど、老夫婦がいたんですけど、引き返しましたね。まあこの先何もないと見て引き返したのかな。まあちょっとね、やはりまだ紅葉は少し早いのかな。まあこれから色づき始めとかあるんでしょうね。まあ、ここまでのこの辺のエリアが雨観系っていうか、まあ見どころの
場所なのかなと。この橋と赤い赤橋ですかね。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。まだちょっと少し早いのかな、ちょっと枯れてるやつあるけど、まだ色づき始めの葉っぱもあったりですけど、平日ですけど人はちらほらいてますね。あの辺とかもだいぶ変わるんでしょうね。はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。